これから青山学院大学社会情報学部2015年度統計入門3年生再履修クラス第10回の講義その3の配信を始めます第10回の講義の最後の部分は対数の法則というものと中心極限定理と呼ばれる2つの定理を扱っていきます 最初の対数の補足については我々も実は実質的にはすでに学習済みなんですね対数の補足というのは大きな標本では標本平均を母集団での真の平均と見なしてよいというものです我々は前回の配信でその標本平均の標本分布というものを学習しましたで標本平均の標本分布は 平均は元の母集団分布と同じ μ で分散が n 分の1になるでしたね。標本平均の分散はすなわち N 分のシグマ2乗となるわけです。でここで標本の大きさ N を無限大にすれば標本平均の分散標本分布の分散は0になりますよね。N 分のシグマ2乗。 n を大きくしていけばですねここ分母がどんどん大きくなっていけば標本平均の分散はどんどん小さくなっていてやがて0になる。でこのことは前回習った定理1は正規分布ということを言ってたんですが別に母集団が正規分布じゃなくてもこの法則は成立します。ですからどんな母集団が何でどんな分布であっても標本平均はですね 大きな標本であればその標本平均は母集団での真の平均と見なしてよいということになります。標本から計算される割合についてもこの法則は成立します。え例えばコイン投げを無限回行えば表の出る相対度数は1 2分の1に近づいていくと考えられます。もちろんこれ正しいコインの場合ですね。で母集団での 表が出る本当の確率が分のの時に標本から計算される表が出た相対割合というのはですねとにかく無限回行えばあるいはかなり相当な多数回を行えばほぼ二分の一になっているだろうと逆にその時に得られている標本での割合というのが母集団での本当の割合だと考えてよいだろうということですね。対数の法則というのは直感的にはもう明らかだと思います。 標本の大きさを大きくすればですね標本平均やあるいは標本から計算される割合は母集団での母数本当の値だとみなして構わないということですでそれはその推定値推定量の標本分布において n を大きくすればですね分散がほぼ0になるから、まあ、数学的には無限大にすれば0に収束するからということですね ちょっと余計なことなんですけどもここで述べた法則対数の法則といいますがより厳密には対数の弱法則と呼ばれるものです弱ではなくて強い対数の強法則というのもあるんですけども数理統計ではこれ対数の弱法則というふうに呼ばれているものですちょっとまああの式で一応書いておきましたけどこれ確率法則確率収束といわれるちょっと難しい概念ですのでこれ以上は深入りを しないでおきます、えっと、もし他のテキストでですね対数の弱法則とか強法則とかいうふうに書いてあった、えっときに今統計入門で習ったのはこの弱法則の方なんだというふうに考えてくれれば結構ですでもちろんあの証明は少し難しいので省略します最後のセクションですね我々前回習ったテキストの,おの定理1というものを思い出してください えと定理1はテキストでは128ページにあったものですね。ちょっと読みますと、x が平均 μ、標準偏差シグマの正規分布に従うならば、大きさ n の無作為標本に基づく標本平均 x バーは平均 μ、標準偏差ルート n 分のシグマの正規分布に従う。 テキストの記述はこの通りで、スライドではですね標準偏差ではなくて分散というように分散として書いていました。分散が N 分のシグマ2乗ですね。それで定理1のときには母集団が正規分布であるときということを言ってたんですね。そうするとそのときに標本平均の分布も正規分布になりますので、標準正規分布を利用していろんな問題を解くことができます。 129ページの例題は実際に解説しましたね。正月問題だと9番から12番の問題がそれに当たりますで。それでは母集団分布が正規分布でなかったらどうなんでしょうかと。えっと、これについてはですね、仮に母集団分布が正規分布じゃなくても、標本平均の分布の期待値は母集団平均であるし、 その,分その標本分布の分散はですね母集団の分散の n 分の1になるということはすで、まあ、に話をしましたし、まあ、スキップしてもいいけれども式で証明するということもできるということをお話し,しましたでそれで、えー、と母集団が正規分布じゃなくても、えー、と実はですね n が大きいと定理1と同様の定理が成立するというんですねこれが中心極限定理と呼ばれる 重重要要なな統計学ででは非常に重要な定理です中心極限定理、確率円数が平均 μ 分散シグマ2乗のある分布に従うときこれででもいいんですね大きさ n の無作為標本に基づく標本平均は n が無限に大きくなるとき平均 μ 分散 n 分の1シグマ2乗の正規分布に従います。 これ何がすごいかというとですね、母集団分布は正規分布じゃなくていいんですよ。何でもいいんです。何でもいいんだけど、驚くべきことにですね、その標本平均の標本分布は正規分布になってしまうんですね。材料は正規分布じゃないのに、そこから作ったものがですね、正規分布になるというんですね。n を無限に大きくしていけば、母集団分布が何であっても、 標本平均の確率分布の平均は標標本本平均のの分布のその平均はですね μ になって分散が1/1シグマ2乗になるというふうに我々が前回習った定理1とです、ね、同じようなことが成り立ってしまうです、ね、同じようなことが言えてしまうんですねこの中心極限定理の定理証明は非常に難しいので統計入門では使いません 照明の代わりにシミュレーションをしてみることをお勧めします。例えば正末問題21を使ってください。この Excel のファイルはですね、コースパワーあるいは授業のウェブで公開していますので、えー、入手してもらえばですね、どんなようにシミュレーションをすればよいかというのが分かるかと思います。 この時、正、えー、末問題21はですね、募集団分布は正規分布ではなくて、0から9までが等確率で現れる、離散型の一応分布になってるんですね。えでも、これでも標本平均の分布が確かに正規分布に近づいているといったことが、シミュレーションでわかると思います。それからこちらも授業のウェブあるいはコースパワーで配布してるんですけども、Visual Basic for Application、Excel VBA を使った シシミュレーションというのも用意ししておきましたでこれは標本の大きさと抽出回数をですね指定してその2位の標本の大きさ2位の標本の抽出回数でシミュレーションができるようにしたものです。で中心極限定理では n を無限に大きくする時というふうに言ってますが別に無限に,無限にはまあシミュレーションでもできませんから。 えとそんなに大きくしなくてもですね実際には数十で大抵、えー、こう確かに正規分布みたいになってるっていうことが最後にこれは第,第8回ですね第8回の講義で二項分布の正規分布正規近似というのを習ったんですけども、えー、とあれとの関連をちょっとお話ししておきます。 まあ少し雑学なんですけども第5章で学習した二項分布の正規近似は実は中心極限定理の特別なな場合なんですね。これどんなものだったかというと N 回のベルヌーイ思考での正項回数 X は N が大きいとき平均 NP 分散 NPQ の正規分布に従うというものでしたもちろんこの正項回数 X の分布は二項分布でしてその二項分布は平均 NP 分散 NPQ になるわけでしたよね。 えと, Q、というのは1成功確率です P が成功確率で1く p が Q というふうに表しています。でこの二項分布が L が大きければですねその同じ平均と分散の正規分布に非常に近くなるということでしたね。でこれが中心極限定理の特別な場合になってるんですけどもまあ歴史的には二項分布の場合に発見されたこの性質が中心極限定理の起源なんですね。 こちらの2項分布の正規近似が最初に発見されていて、後に中心極限定理というものにつながったんですね。この2項分布の場合に発見されたこの性質、2項分布の正規近似のことをですね、ドーモアブル・ラプラスの定理というふうに呼ばれます。18世紀の発見ですね。まあ、ちょっと簡単にドーモアブル・ラプラスの定理の説明をします。 まあ数学的な側面をを説明をしておきます、まあ、ここはあのスキップしてくれても構いませんが1回のベルヌイ試行での成功回数を表す確率変数をですね x1 としますとこの母集団での確率分布は x1 が1となるつまり成功となる確率が px1 が0つまり失敗する確率が q ですねそうするとこの確率分布の平均値期待値と分散が定義に従ってそれぞれ p と pq というように求められます。 で大きさ n の無作為標本というのは n 回のベルヌイ思考を意味しますのでこの時に成功回数 x はこの x1 から xn までをですね、全部足してやればいいとこの各 xi X1 も x2 も xn も成功の時には1失敗の時には0が入ってますから全部足せば成功回数 x になるわけですねでそうするとこう足し算の式が出てますからこれ n で割ってやると見かけ上標本平均の式ですよね n 分の x というふうに割ってやれば、えー、と n 分の x1 プラス x2 プラス xn というふうにやってやればこれ見かけはまるで標本、まあ、全く標本平均になっているわけですで大きさ N の無作為標本におけるこの標本平均っていうのが成功割合は n 分の x になっているわけですねまあここで言ってる標本平均っていうのは成功回数の平均ではなくて、まあ、1回あたりの 平均的な成功数ということになるわけですけれども、この見かけのことだけちょっと気にしてくれたらいいです。これ、x イコールっていうこの式を n で割ってやれば、右辺がですねま、まさに見られた標本平均の式になってるじゃないかというわけで、この標本平均 n 分の x はじゃあなんでしょう、右左辺はなんでしょうというと、これ成功割合ですね。n が大きいときに、この n 分の x っていうのが、 何になるかというとこれは平均がえっと P で分散が N 分の PQ の正規分布に従うはずなんですねこれ中心極限定理我々が習った今学習した中心極限定理によります。もともとの分布が平均 P 分散 PQ だったわけですからその平均値の標本分布は N が大きければ でえー、と平均 p 分散 n 分の pq の正規分布に従うはずだろうとこれが中心極限定理でしたねでこのようにしてまあドーブルーラプラスの定理っていうのは中心極限定理の特別な場合にまなっているわけです今成功割合について言いましたけどもこれ成功回数にしてやるにはもう1回 n 倍してやればよくて平均 np 分散 npq の正規分布になると、まあ、数学的にはこういうふうに考えることができます ちょっとここはあのでも数学の話なので難しければスキップしてくれても構いませんが中心極限定理が言っていることの意味はですねきちんと理解してください繰り返しますが元の母集団分布が正規分布じゃなくてもでですね元の募集団分分布布が正規分布でなくてもその標本平均の分布がですね正規分布になってしまうというところがすごいんですね。 中心極限定理先ほど小末問題の21を使ってシミュレーションをやってみてくださいという話を言いましたが、まあ、さらにそれをやったらですねエクセルを用いて小末問題の20に取り組んでみてくださいテキスト131ページから132ページに書かれている標本実験と基本的には同じようなことをしますので、まあ、まずはこれを読んでください0から9までの乱数を使ってですね そのをラ数の数に応じて確率変数の値を決めるといったやり方になります。はい、えっ、ー、とそれでは3回に分けて配信してきましたけども、これで第10回第6章の標本抽出の講義をすべて終了いたします。